はい、どうも、このチョコレです。今回ですけども、武装色の覇気、フォーに覇気をまとわせろ。覇気の使い方はコメントに載ってますと。答えが一応あるんで、答え合わせできるんでね、一応。わからなかったら。はーい。ほんまにこの人はやってみようかな。親切やな。うん。そういうの。もう武装色の覇気ってもうワンピースやん、完全に。覇気使えるかどうかがもう鍵握っとうと。ん？フォーに覇気をまとわせる？は？え？フォー？どういうこと？覇気まとってポーを放ったらキノコ取れるようになるて。いや、あのブロック壊れると思うよ。そんなことある？もうしかもこんなん限られたもん、できることが。うん、そんなことある？どういうことこれ？覇気で攻撃するしかないよな。まあ覇気まとわしたやつで攻撃したらブロック割れるってことやろ。いやいや、そんなことある？割れる？これ何これ？何これ？覇気をまとわせる、まとわせるって意味がわからへんよな、いまいち。これ何これ？意味がわからんけどな。無理やろ、だって。ちょっと意味がわかりませんやん、ほんま。武装色ほんまに。ゴーレムなんです、ここだって。あはあ、これわからんな。わかりませんね。もう、わっけがわからへんわ。何あれ、さっきの。とりあえずゴール来た。でもうわ、ラッキーなんか、わあ、行ったし。わあ、行った。どういうこと？この辺から投げたな。うん、あ、ほんま、あれや。うわ、あれでフォーがなんかやってくれ、まとって、もう、そうそうそう、やってくれた。うわ、やば。偶然、偶然や。適当に投げたな、蹴ったら。え、多分これ位置めっちゃ大事なの、多分。もう一回やってみよう。普通に。すげえな。ちょうど俺はピッタ、あとだな、俺多分これに合わせて、これに沿って、これ置いて、こう、ここで。やってみて。投げたら。普通に。あれ？持てへんけど。さっき、あれで無理やもんな。うん、あれで無理やから、だから、これピッタしたから、こう、多分この辺でやらなかった。あれ？さっきなんで行ったやろ、あれ、逆にじゃあ。普通それで行っちゃったやろ。あ、でもこれピッタしつけたらこれで。あ、いけへんわ。あれ？あれ？なんなんあれ、さっきの。あれ、なんや、さっきのじゃ。もっと前なんかな？ギリギリなんかな？もっと前？それぐらい？あ、無理や。なんでや。いけへんぞ。もっと前げ。あ、さっきどこでやった俺。でもそんな感じで、なんかジャンプし。ジャンプはしてない。あれ？いけへんって思った。あれ、いけへんぞ。俺でも行ったんやけどな、奇跡的に。なんでか分からんけど。なんでか分からんけど行っとったな。もっと前、もっと。あ、無理や。答え見る？うん、見よう。ちょっと答え見ますか、じゃあ。その、ちゃんとした説明ね。どっから投げたいんか分からんねん、いまいち。その、あんな反応するんやな。あれ、やばいで、これ。ニューヨークとロンドンの境目線、ちょっと怖いな。コース上下に達してしまったよな、もう。振動。コーを上に投げてくるくるブロックに当てると、ブロックが回転する効果は空中ガスより持続するようです。あ、だからか。俺そんなもんしょったん、俺勝手に。あ、偶然。あ、上で？そう。あれが持続するってこと？そう。偶然だから、俺多分、上に上げとったんけ。一回。なんとなく上に投げたの。こうやって投げて、こう持って、うわあ！ジャイロ回転だったんや、これ。すげえ。回転が持続する。こんなあるやっとったしかも逆に。いや、逆の確か、俺も、さっきの一回。リプレイみたいな。どうやって、これ分からんな。分かりませんね。もう、わっけが分からへんわ。最初どんなプレイしたのか覚えてないもんね、自分でも。
俺なんか下置いてこうやってさやった気するんやけどちゃうんかな。上じゃないじゃん。上なんか投げたっけ俺。投げとったけどなんかその辺で。これじゃなかったっけ。ちゃうん、上投げなあかんのか。上投げてからじゃん無理とだろ。その状態でなんかやったよ。なんとなくこれで元だよ多分なんか。なんとなくやってたら、うっふぁ、これすげえわ。やばいなこれ。これはやばいな。これほんま覇気や。覇気やったな。いや、逆に要はそれをなんか普通に何のあれもなくやっとったやん。偶然。何の変態でもないけど、これが違うわけやもんな、もうすでに。うわ。うわ。これすごいな。覇気はまだ思うな。よう見つけたなこれ。この人もニャハさん超えとんな。半端ないな。謎解きのレベルが。やるな。なんかもう、うん。おかしいライン入ってんやん、これ。どうするでもこの人がほんま第二のニャハさんやったらどうする？いや、違うんじゃない？わからんで。でもすごいけど。この人のコース結構いっぱいあるからな。この全部自分で思いつけるんかってぐらいあるけどな、これ。第二ニャハさん疑惑系。うん、いや、わからんでさ。あなたの疑惑かけられたら。いや、そんなやっぱ50個もやっぱ100個も投稿しとって、まあ、やっぱそれは絶対どっか。100個投稿して。真似せな、無理やと思うで、誰かのやつ絶対に。でもニャハさんももうあれなんじゃない ?100 個ぐらい行くんじゃん、コース。うん、普通にな。攻撃やわ、これ。ね、すごいな。武装色やばいわ。これは。いやー、今回はちょっとね、びっくりしたな。まあ、偶然勝ちましたけどね。まあ確かに、うん、偶然勝利しましたけど、2回目はもう無理やったっていう、よう分からんかったから、なんでいけたんかが。ほんまに覇気まとわしたな。そう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 。ポーに覇気まとわせろ。いや、これ多分分かるほとんどおらん思うで。こんなん。確かにな。意味分からんもんね。偶然でもよう成功したなって感じだもん、俺からしたら。逆にやろ。うん。なんであれいったんやろと思ったもん、うん。俺もな、思った、確かに。まあなんか間違えて投げてもで、ああ、終わったと思ったら、いってもだからな。いや、これすごいな。衝撃やな。いや、これ衝撃やわ。これはちょっとだいぶすごいコースやな。いやーって感じだったわ、これ。これはすごいめでたいというか、もうほんまもうタイトルとそのまんまやというか、うん、ほんまにタイトル詐欺してへんやつも珍しいっていうぐらい、ほんまに。基本こういうのタイトル詐欺やん。まあまあ確かにな。ちゃうやん、ほんまにポーに覇気まとわしとったな。うん。回転させとった。いやー、すごいな、これ。もっとこういうのがとってもおかしくないようなコースやけどな。多分分からへんからみんなあれだろうな。確かに。多分この人も多分あれやろな、もう分からへん人多すぎるからコメントにちょっともう書いとったろみたいな感じだろうな。うん。いや、すごいコースでしたね、今回は。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。あっしゃ。